1871年のキャビネ版カードトロイヘイメーカーズは1871年から1872年までニューヨーク州トロイを本拠地としナショナルアソシエーションに所属していたプロ野球チーム1860年代後半にニューヨークで活動していたユニオンクラブ・オブ・ランシン・ボローというクラブが始まりとされている1869年から1870年に かけて、シ,ンシナティレットストッキングスと計4試合を戦った記録が残っている。1871年にプロの野球リーグ、ナショナルアソシエーションが創設されると、1年目からリーグに参加した。チームには強打者、リップパイクラが加入した。1年目は、投手力に何があったのか、同年6月27日のフィラデルフィアアアスレチックスとの試合では、 33対49、7月3日のニューヨークミューチュアルズとの試合では、37対16といったスコアを残している。2年目の1872年に、当主ジョージ・ゼット・レインが加入し、チームは勝ち星を伸ばしていたが、7月に運営が破綻し、チームは消滅、ところを属していた選手たちは、ブルックリンエックホーズへ移っていった。百七十一年以降、順位は、 勝利数による、ありがとうございます。